ねちょっとさ、ねちょっと一回だけオーディエンス使っていい？俺、じゃあネタバレを聞きたいわけじゃないの。一回だけオーディエンス使っていい？あのね、一回だけ、ネタバレはなし。河村さん今配信してるかな？本当にクリアできるのかっていうさ、してねえよ配信。OK してねえ。ちょっと、打足さん出なかったらショコに電話かけるわ。あ、カムさんですか？はい。あの今配信中なんですけど。配信中。ごめんなさい、30秒だけいいですか、河村さん。どうしたの？僕、あの、ヘビのところまで来てるんですよ。はいはいはい。あの、最後の、ああなんか、応援のメッセージもらっていいですか？マジで、もう本当に精神病になりそうで。ヘビね。ヘビ。え、上登れたのもう。いや、登ってないです。だからネタバレ禁止なんですよ、今。あ、なるほどね。だから、河村さん、なんか、俺だったらできるよ、みたいな。どうすか？今何時間やってんの？今30時間ぐらいです。ね。はい。まあもうあれだよ。無理でバーッと。死ねよジジイマジで。ショコ超優しい言葉かけてる。加藤さんなら大丈夫ですよって、ショコ俺のこと加藤純一さんってフルネームプラス3付けで呼ぶから。加藤純一さんなら大丈夫ですよ。じじいじゃなくて若者かけりゃよかった。あったかい言葉かけてほしい。地区の場にかけたい。地区かけてきてくれ。地区兄貴のピンチなんだよ。西村博之に電話してなんていうか調子いて。ゲームだからうんこちゃんは死なないですよって言いそう。クソ冷静に返しそう。その蛇は現実のものじゃないから毒はないよみたいな。この動画って何が面白いの？これ生放送なんですよ。気違いでしょ。おめえと同じぐらい気違いあるんだ俺。よろしく。現在進行形なんですよ。なんなら30時間やってるから全部見ろよお前。俺優しいからここにいるやつらみんな病人なんだよ。隔離してる俺が。おめえらが楽しく YouTube できるの俺のおかげだからな。ありがとうの一言言って帰れよ。